茨城県道182号、大竹鉾田線鉾田市大竹、起点付近に茨城県道182号、大竹鉾田線は、茨城県鉾田市内の一般県道である。鉾田市大竹の国道51号、大竹交差点と、同市安塚を東西に結ぶ延長 6km の一般県道。大竹交差点は、大竹海岸の玄関口で、 ほこた市街地から、大竹海岸ほこた海水浴場方面へ抜ける、道路として利用される。1959年10月14日、新たな県道として、鹿島郡ほこた町大和大竹を起点とし、鹿島郡ほこた町大和ほ竹を終点とする区間を本路線とする、県道大竹ほこた線として、茨城県が、県道路線認定した。 1995年に整理番号182となり、現在に至る。地勢は、標高340メートルの日立大地の、東端部の鹿島大地に位置し、沿線の大半は、農耕地や、平地林が広がる。鉾田川に向かって段急部が、北浦沿岸定地へ下る坂道となり、終点付近の沿線は、北浦の北端部に出る。福院、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット AB、道路の区域の変更、茨城県法、第2618号、ピアニッシモ90、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、 p 十二茨城県法第七百七十六号昭和九年八月二十八日茨城県国時代九十八号より県道路線認定昭和三十四年十月十四日茨城県国時代九百一号茨城県法号外十月十四日より道路の区域の変更茨城県法第四百四十九号 P9 県道の路線名を呼び 整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、道路の区域の変更。茨城県法、第915号、ピアニッシモ、2324、道路の区域の変更、茨城県法、第1130号、P4、道路の共用の開始、茨城県法、第1451号、 P35 道路の区域の変更茨城県法第2663号 P11 道路の共用の開始茨城県法第2663号 P12 道路の共用の開始茨城県法第92号 P15 道路の共用の開始茨城県法第92号 P15 ありがとうございます